どうも、レウンゲーム TV です。12月に突入し、アツモリが4周年を迎える2024年までわずかとなりましたが、なんとこのタイミングで、これまでの約4年間では確認できなかった2024年にならないと見られない特別なセリフがあることが判明しました。今回はそんな激レアセリフを調査していきます。島民が誕生日を迎えると発生する誕生日パーティーイベント。このイベント、人間なら誰でも1年に一度は見ることができるイベントとなっていますが、アツモリで設定できる誕生日の中には、ウルード氏にやってくる2月29日も含まれています。しかし、アツモリ発売の2020年3月以降に訪れた過去3年間の2月は、ウルード氏ではないため2月29日が存在しませんでした。そのため、これまでの3年間は誕生日前日の2月28日に起動すると、と、代わりに前日に祝ってくれて、ウルード氏じゃないから早くなってごめんという専用セリフがあったり、大事わかったのか、ウルード氏って42度5番色、そうな以上なんで、何軍って本見せる人だねってだろ、今年は違ったけど、という専用セリフになったりと、42度5番色に手が張ってるんだけどね、22度5番色ってかっこいいよな、ユニードの誕生日、あれってこれ今のためにやってます、水に浸かったようにね、なんだかっこいいな、本当は水にしたけど実際は水じゃんから、なぜそれプリン。過去の3年間はウルード氏ではないことを前提とした2月29日生まれを珍しがるセリフが大半となっています。これだけでも十分レアな小ネタなのですが、来年2024年はアツモリ発売の2020年3月以降、初めて2月29日がやってくる記念すべき日となります。となると、過去3年間は早めにお祝いしてくれた住民たちのセリフは、4年に一度の2月29日当日の場合はどうなるのか。というわけで、アツモリでもうすぐ初めて迎える2024年2月29日に行って検証。いや、何分、ボブにおしつけたら、さ、いいちゃんと、プリン。ちゃんと専用のセリフになり、4年に一度だけしか発生しないレアすぎるテキストが、誕生日パーティーを死ぬほど開催させて、他の住民のセリフも見てみると、正式な誕生日と4年に一度のセリフを言ってくれたり、ダブルでめでたい日と言ってくれたりと、どの住民もアツモリが発売されてからの4年間で初めて聞くセリフを言ってくれます。などなど、実は2月29日生まれの人にはウルード氏かウルード氏じゃないかで、わざわざ2パターンの特別なセリフが用意されているようです。細かすぎる。来年正式な誕生日を迎える2月29日生まれの人は、ぜひこの貴重なセリフを聞き逃さないようにしましょう。以上、
4年に一度のレアな小ネタ調査でした。